そして駆逐といえばカナタン一番スピードが出る。カナタンどこだ。めっちゃ速いよ。今左側にいるよ。ここのもうダメよ。ガン押ししてガンガン進んで私たちの目になってくれ。おお見て撃つんじゃねえ。撃つ撃つまあいいか、ガンガン進もう。これどう、これ今めっちゃ進んでるけどカナタン、はい、銃をねバンバンって撃つことができるだろ。うん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 。これね撃つとね相手に気づかれるんだよ。マジで、ちょっと待って。それで駆逐というのは気づかれたら基本的に死ぬので。やばくない。ちょっと待って、隠密行動だ。お前のやるべきことは隠密行動だ。どこに行けばいいの。前に出すぎるとやばい。倒したらねもうこっちは勝ちのようなもんだからね。ねどうぞどうぞ。ガンガン進んで、そこに、そこの目の前に戦艦いるだろ。いる。そいつの周りスーって言って、そんでおめえは、うん、おめえがやるべきことは、うん、魚雷を打ち込むんだ。わかった。打ち込めるか。ちょ駆逐のいいところはね、魚雷があんだよね。魚雷ね。スースー。私はこのようにね、戦艦が一番足が遅い。あーすごいすごいすごい。カナタン頑張っとる、カナタン頑張っとる。これカナタンだよ、みんな。カナタン、ね、服着てるか。もう打ち込んでいいじゃん。入ってる。着てないのかお前。え、ごめん着てなかった着てた気がするんだけど。まあいいんだよ。自由にねえねえねえ。これどう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 。私はね戦艦なのでね、このように2段の AP 弾を装填している。 AP 弾はねこれはね貫通攻撃だ。当たったってねえねえ。当たった。そうですか。はい、ちょっと魚雷が当たったって。わかったよ。オッケー、回復。もう一回燃えんのかよ。おい、シュ